じゃあ道の駅の旅再開で。ナルサ押してく？ナルサはブルーベリー狩り食べ放題だって。マジで？うん。40分食べ放題だよ。ブルーベリーだけを40分不業じゃね逆に。それは突然のことで、この街に危機が迫る。人々が助けを呼ぶ。待ってろ今すぐ駆けつける。うん、脇道ないからね。キヤさん完璧すぎる。渋滞で止まって無言だったらまた流すから流す、ね、やめて。喋り続けねえだ。ベロ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 。大サービス、桃試食あり。桃？桃いいね。山梨桃だよ。桃とブドウとブルーベリー。俺とお前とダイゴロみたいな。ダイゴロか。俺とお前とこれだね。到着。到着。到着。お前って何が夢なんだい？ドッグラン。ドッグラン。これ飯食べようか。食べちゃうか。あ。発見して。掛け声よろしく。せーの。バカ。わっしょい。こっちか。うん。うん？予定とは。待ち時間30分って書いてあるよ。ああ。頼んだ後にあそこで待つんだよ。スキップかなこれは。先に進んじゃった方がいいかもしれない。有吉風になんかつくもんね、バナナ。だから俺あの子供の金太郎の災害って言われてあの生まれてきた。あ、じゃあそれにしよう。金太郎の再来。嘘だよ。嘘に決まってる。決定しました。決定しました。盛り上がったんで決定。まさかの。右でした。あ、道の駅ね。じゃあ、ケイさん、あの見た目的にも熊にする。熊さんだ。何でも使えんな。レストランあんね。ドライフルーツもあるよ。ドライフルーツまた。ちょっとに見てっていい？先にスタンプですよ。スタンプです。あ、ごめんごめん。じゃあよろしく。じゃあ行くぜ。おう。行け。はあ。できた。はい。ラーメン。担々麺。チャーシューもない。いきなり辛い。塩さんは？お蕎麦ですね、普通に。キラさんは？特に変わった味はしないですか。これトロッとしたのが気になる。うまい？うまい。じゃあパンチョ用だ。なるほど、そういうことか。
分かんない。おこげがついてんの？そうそうそう、おこげがついてる。じゃあ、ついてるじゃない、中のカフェっぽくなってる。高いよ。これあの普通に仕上げんだよ。これ食べちゃうの？食べちゃう。さあ、ボンさんつけてくんだ。つけてくんだ。つけボン。ドラ焼きにアイスつけボン。トンカツ定食14番のお客様、お待たせしました。どうだ、ね。はい、オッケー。買っちゃった。何買った？じゃーん。何これ？何これ？見出しとかでね、設備とかなしってことだね。ちょっと何それ？三差しです。三差しって何？三差しっていうのはね、俺も詳しくは知らないけど、あ、さあ説明書があった。説明書があるの？バラ科の植物でサクランボより少し大きい、ヒメリングルや実を結び、ミネラルやビタミンが豊富な特性のない健康果実です。つまり？うん、どこの国、どこの食い物なの？日本だよ、日本。日本。結構ね、一口食べてなんかあの山の果実特有の酸味とかがこうふわっとくるような感じで、よかったら一個ずつ置いておきます。あ、はい。じゃあ、じゃあ一本どうぞ。はい。なんだこれ、肉っぽい。はい、ありがとう。カルパスみたいだね。お前ら。な。違うの？そういう味じゃない。果物ですよ。果物、果物。うん。もうちょっとあげる。へぇ。なに？カルパス。カルパス？マジで？俺やめた方がいいかな、ほいじゃ。そういう系か。ボンタンには効かなかったか。キラさん、自分食ってなくない？食ったよ。食った？あ、食ってる食ってる。人と試食したの。ああ。じゃあ、しおちゃん。これ？だよ。よし、ちょっと待ったまずあの紹介をリストの。リストの。1が出たら直接帰る。2番山中湖。3番箱根。4番富士山子供の国。5番極楽巡り。6番どっか。どっか。時間だからいいとこ来てくれる。そうだね。6不安だな。やってないところが来てわかる。いけ。サッカーしようぜ、するしかないか。止まった。どっかどっかだ。そうだね。そうだね。温泉だ。結局箱根です。サイコロ意味ねえ。